よろしくお願いします。お疲れです。今回のテーマ。はい。なんすか。運動会。ああ。運動会で言えばね。はい。まあ小学校からかなまず。はい。思い出ある？僕の小学校、他の小学校あるかわからないんですけど、うん、あの6年生が鼓笛隊っていうのをやるんですよ。うん、全員？全員で。あ、そうなん？はい。それはないな。ないですかね。運動会でやろ？運動会で。ないな。でも6年生が？はい。へえ。でも大体の人は、うん、あのハーモニカ？ハーモニカを運動会の日にほとんどの人がハーモニカピアニカあピアニカピアニカピアニカだってプヨーしか出えへんあピアニカ届かへんで音外でそうっすだいたいピアニカはい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 、はい、で、うん、まあ一部は、うん、大太鼓とかはいはいまあまあいるやろな小太鼓とかうん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 あとトランペットとかうんで僕はトランペットやってたんですけどトランペットはい歩きながらやるやつ？そうそうそう。トランペット吹けるの？一応トランペット吹けるんですよ。え？はい、すごいっしょ。今でもあれ思ったらできる？いやー、ちょっとね、うん、あれ覚えてないですね、指は。あー。音は出ると思うんですけど。あー、そうなんや。あれ音出ない人いるんですよ、下手だと。あ、口のところが大事なんやっけ？はいはいはい、息の入れ方が。はい、うんうんうん。やってましたね。なんでそれきっかけなんの？そのトランペットやる。きっかけは一応やりたい人募集して、うん、でテストがあるんですよねセンスあるかどうかでセンスあったみたいで、はい、で選ばれて、はい、あじゃあなそういうのに選ばれない人はあのピアニカ、うんうん、なんでハモってんねんハーモニカじゃない俺も一瞬グッてなったけどピアニカピアニカ、うん、です、そうなんやちゃんと吹けたん吹けましたよ結構すごいですよ演奏吹奏楽みたいな、うんなんかジャズとかやってそうやもんなジャズはやってないですけどいやなんか雰囲気雰囲気雰囲気あ今でも今でなんかそうそうそういそういそう本当ですか、うん、それは思い出に残ってます、ね、いやまあそれ特徴的やわはい、うん、ないもんそんなんないっすから、うん、なんかある他思い出他は、まあ、いやじゃあじゃあ鼓笛隊はまあ言うたらメインじゃないやんあ、まあだから運動会のメニューメニューじゃないわ競技で行くと競技で行くとなんかリレーの好きやったんリレーっすかねリレーはいおお、まあ、早かったん足早い方でしたねなんでリレーの選手になるためにあメンバーに選ばれるためにはい頑張ってました、ね、おそうなんや、はい、でタイムのいいもん順から選ばれないんだっけはい早い人が出るんでああ、はい、それは頑張ってましたねそれが一番の思い出はい中高含めそうっすねあ本当はいありましたはいありがとう。ありがとうございます。お疲れ様です。エイジお疲れです。お疲れ様です。今回のテーマ、秋らしく運動会。いやさっき言った。まだ出しない。こうやってから言ってよ。そうですね。運動あってんだけどね。運動会。まあ運動会で言えば、まあ、言い方が小学校っぽいけど。はい。うん。なんか小学校の時とかの運動会とかで思い出ある？お弁当。早っ。もう運動会の。言うたらオプションのとこから攻めたお弁当の唐揚げかな急にぶっ込んでくるやん唐揚げあげてくるやんそうっすどないしたん運動会って言ったら唐揚げじゃないですかいや間違いないよあれなんでやろな暑い中走ったりしてんのに唐揚げ食べれるよ開けた瞬間唐揚げがなかったらってしらけるっすよ、ね、おうな急にもうお弁当の話から来たね、はい、いやメインこっちやから、はいはい、確かに分かるよお弁当も、はい、運動会の方の種目でなんかないかな種目好きだったやつとかでいいよ好きだったやつうん足もそんな速くなかったしなあそうなん、うん、持久力あるけどなそう運動会に 1000m とかあったら、うん、小学校とかであったらすごいけどなだからマラソン大会別であるからな、はい、うんマラソン大会は早かったちなみにマラソン大会小中なかったっすなかった、はい、見せ場なし、はい、そうなんやある運動会のじゃあ種目で好きやったんでいいよ好きやったのこれで1位になったとかじゃなくても何やったか覚えてねえっす50m 走ああまあまあまああるわなあと何やります玉投げ玉投げ玉投げて
玉入れ投げるだけ玉入れ玉入れね、はい、あ一生懸命やってたん。それは一生懸命やります。ああ得意やったん玉入れんの。玉入れはバカ得意やった。あそうなん、うん、あれのうまいんや。あれめっちゃうまい。へえ。多分今あったら多分すごいと思う。めっちゃ入れる、はい、もう5、6個いっぺんに持って。いやもうそうです。あれだけは達人だった。ほんま達人とか言うやつ達人って言われてた。達人作ってるやろ話。ちょっとねそんなやつおらんぞ。たまに達人とかおったことないし。達人ってまあ当時は当時はっすよ。あの言われてないよね。言われてはないです。ないね、はい、うん。なんか中高でもなんか思い出ある？いや中高高校の時はもうほぼ体育祭出てないし。それはレイするユースだから。ああ試合とか行ってるこ、はい、そうっす。で、あ土日に、はい、ある試合があって、はい、そっち優先で、はい、あそうなんや。学校も OK やったんや。はい。へえー、そうなんや。それも複雑やな。なんか思い出になんのに。そうっすね。みんなと一緒に入れないのも思い出ないっすね。そうやろな試合行ってんねんもんな。そうなんや。だからやっぱ弁当の唐揚げじゃないですか一番思い出あるの。なるほど、はい、そこにたどり着くわけや、はい、お母さんの唐揚げやな、はい、やっぱな、はい、一番は OK、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。お疲れ様です。カズキお疲れです。お疲れです。今回のテーマ秋らしく運動会。はい。カズキの、まあ、運動会といえば小学校の呼び方かもしれない。中高とか体育祭って言うからなんか小学校とかで思い出と残ってのある？思い出ですか。うん。リレーが好きでした。お。やっぱ選手のある人みんな足速いからね。基本的に。低学年って速かったんですけど。低学年限定できたよ。高学年になるとみんな身長伸びるじゃないですか。うん、で自分はあんま伸びなかったんで、うん、どんどん抜かされてって。うわそうなん。それが辛かったです。うわそれ辛いな。みんな足速く。なってってどんどん抜かれていく感じ。そうそう、はい、うわそうなんや。それきついな。きつかったです。それを覚えてんねやそういうの。はい、それだけ覚えてます。あ最初の頃はそういうリレーとかも、はい、足早かったし高学年の時は結構楽しく上位でした、ね、高学年はあんまり覚えてない、はい、うん、どんどん抜かされていく感じです。あなるほどね。好きやったなんか種目ある？種目そうやってさリレーでだんだん勝てんくなってったら違うのに頑張ろうってなるやん。ここなんかありましたっけ。まあ玉入れた大玉転がし俺らからしたら騎馬戦とかさ。応援団長しました。え小学校の時急に意外なやつ来た。応援団長ほんまに。はい一回やりました。何年ぐらいの時に。高学年やろ。はい多分高学年。おーおーおーマジで。はいぽくないな。ぽくないですよね。もう多分全然声出てなかったと思う。応援団長やのに、はい、声出て多分出してたんじゃん。いやちょっとキャラ変わってったんじゃん。そうっすね。あそう、はい、なんかもうめっちゃ元気なパワフルな子やったんや。小学校の時元気でした。あだんだん静かになって自分で。あそうなの、はい、いやそれちょっと想像できへんかったわ。そうっすよね。もう。いや面白。そうっすか。もうあと中高とか含めても何かある？いや中高の記憶がないです。記憶がない。はい本当。はい。なんでなんでやろうな。あんまないっす。あそうなの、はい、思い出もないんや。応援団長が一番記憶に残ってます。そうやな、はい、でもそれ聞いただけでこの回やった、はい、あるわ。やってましたもん。いやもうみんな度肝抜かれてるわ。なんかこういうのやってました。そうやんな、はい、振り付けあるもんな。そう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 、はい、いや面白もう体で覚えてるやん今、はい、もう自然と動いてもったな。じゃあもうちょっとその頃思い出して声出していこうか。はいそうします。お疲れ様。はいありがとう。はいありがとうございました。お疲れです。お疲れです。マカお疲れです。お疲れです。今回のテーマはい秋らしく運動会。運動会もう運動会の季節ですか。うんやってるとこもあるし、うん、まあ5月のが延期になって、あ今秋にやってるとこ。そうですね。まあ、天気いいしね。旗見ますもんね。うん。
国旗。おうおう、そう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 。あれ、あれ、南米国旗なんやろな。分からん、あれは。確かに分からん、うん。そんなとこから入ってくれたね。そう。おう、たまたま見たどっかの幼稚園か保育園か。おうおうおう、そうやね、うん。やってるやってる。福井らしいなんかあるん？福井の運動会。うん、癖あるなみたいな。いや、それはないんじゃない？あ、そうなの。でも俺小学生までしかいなかったんで。うん。中学高校は静岡行ってたし。うん。まあ、小学校の運動会、うん、なんか思い出ある？小学校。うん。なんか運動会って2つなかったっすか？2つ？うん。もう癖出てきたやん。なんかそのえ、2つなかった？学校でやる運動会と、うん、なんか俺らあったのは町内ごとに戦う運動会みたいな。あ、え？あ、それなんかあったんすよ。どこでやるん？いい、学校で。学校でやるん？そう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 。町内のやつも？町内も。例えば、だからなんていうの？町内だから町内ごとの。いやいやいや、だあんのはよくあんのは町内会でやる。違う違う違う。町内会がもうチームみたいな。いいのかですか？俺が言ってること。おお、分かる分かる分かる。町内会同士がもう対戦する。そうそう、対戦する。チームになって。そうそうそう。ない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 、え、ないあれ福井だけなのかな、ほらあれ相当熱い、だから親とかも参加して、うん、あ、はい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 、大人がデカパンリレーしてるみたいな。何それ、まずないな、そのデカパン。デカパンリレー知らない？知らん。なんかバカでかいズボンこうやって、うん、あー、そういうこと。だったらそう、こっちにセジさんが入って、うん、こっちに俺が入って二人で走ってそう、知らんわ。知らない、知らん。何それ、デカパンリレーとか。普通にだって大人同士が、うん、ガチで全力疾走してるから、はい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 、普通に大人とか運動してないでしょ多分、うん、普通なんかいきなりハム押さえて倒れ出してる人とかいやいやマジで運動してなくてな、マジうわーとか言ってリレーでやべえ な, れちゃった、やべえな大人の方が危ないもんな。あれなんだったんだろうな、多分俺でも運動会だよ。おー、うん、すごい町規模でやんねや。いやいや、そう、多分田舎だからそれだったもんね、わ、うん、かんないけど。いや、かもしれん。そうそう、それ聞いたことないで。そう、地区がチームで。そうそうそう。何気なく福井やからって聞いてみたらすごいな。うん、多分それはあったよ、絶対。すごいの出てきたな。だから年に2回やったもん。年に2回、多分。あ、学校の運動会とは全然別だった。で、本当だからそれこそ店とかも出てたし、なんかその。ああ、そうだ、もうお祭りやな。そうそう、祭り。へえ。絶対あった、これは。絶対よ、いやいや。福井はないよ。全国的にはないよ。俺の学校あったんだ。おそれはじゃあ、うん、こっちの学校の方の思い出ある、うん、学校はでも、まあ、好きやった種目とかでもいいよ。学校、学校の運動会あれじゃない、やっぱ玉入れでしょ玉入れ玉入れ好きな、うん、笛を鳴った時に、うん、でもまだ投げるみたいな。いやいやいや、もうあれそういうやつマイナスにできへんしな。そうそうそう、そうだったし、小学校でも、でもやっぱもうリレーじゃない。あ、まあな、絶対みんな出てるじゃん、うん、あの出てる、ここにいる選手は多分みんな出てる。割と絶対ちょっとメインやしな。そうそう、メインだし。うん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 。若葉も、僕も多分小学生ぐらいまで出てたと思うんですけどね。あ、早かった。まあぼち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 が小学生ぐらいまでは、うん、持久力はな。そう、持久力あるけどな。まあ小学生なんて大体、はい、うん、小学生の時リレー出てない人多分いないでしょ多分ね、うん、今んところみんな出てるけどな。うん、そういうのやっぱ思い出っすよね。そうやな、うん、全力だったし、やっぱり、うん、恥ずかしさもないしさ、やっぱ。そうやな、小学生の時って、あ、がむしゃらにやってたもんな。そうそうそう、がむしゃらに、うん、と思いますよ、うん、いや気になるな、町内会対抗。いや、それはでも多分運動会だったと思うけどね、うん、いや、え、ないかな。ないって。で、俺が言ってたその春山小学校は絶対あるちょっと調べてみるわ、うん、俺春山小学校絶対めっちゃ気になるわ、それ。今もやってあんのかな。いや、今どうなんだろうね。いや、でも本当に大規模よ。もうみんなだって集まんだもん。いや、そりゃそうやろ。もうみんなボーってもう。学校も大きかったん。いや、まあまあまあ、いやいや、そんな大きくないよ。大きくないからこそのあれだったのかもしれない。もう、うわっ、集まって、もうほんまお祭りやな。そうそうそう、すごっ、すごかったよ。あれ何だったの、ちょっと俺も一回知らない。いやいや、そうだよね、また教えて。気になる、めちゃめちゃめっちゃ気になるわ、うん、いや初めて聞いたから、うん、うん、でまた教えて。はい、了解です。ありがとう、ありがとうございます。お疲れです、お疲れです。高橋、お疲れです。お疲れです。今回のテーマ、はい、
運動会してます言うな言うな、はい、まあっていうことは知ってるってことは、はい、もうネタ用意してくれてるってことで、アホか、違うんか、あそうじゃないか、なんかないですけど、そうだよ、まあ運動会で言えばまあ小中高、まあ中高は体育祭というかもしれんけど、なんか思い出ある？リレーとかだからな、ああ、高校の時は結構スポーツクラスだったんで、なんか結構圧勝して優勝するで、うん、他のクラス比べて、うん、あそれずるいな、いやそうそう、だからあ思い出した思い出したいいねやってるわ、あの騎馬戦、うん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 、あ違う騎馬戦じゃないわ、違う騎馬戦なんてやってないわ、綱引き綱引き綱引き、あ初めて出てきた、綱引き綱引きをそのスポーツクラスチームと、うん、あと他の一般生、うんうん、まあ、他の普通科のクラスたちと一緒に、うん、あの、まあ、一緒にじゃないわ、対抗で、対抗で綱引きをやるんですけど、うん、僕たちだけ唯一なんか持ち時間があって、持ち時間綱引きを始める前にパフォーマンスをしていいっていう、うん、何それ墓をするっていう、あの、まあ、一種の、うん、なんか出し物的な感じで、僕たちはなんか綱引きする前にそんな時間があるんや、そうです、なんかちょっと ミニコントでもないな、結構な長い時間や、いやいやいや、ハカはまあね、あのラグビーで有名なオールブラックスがやってるやつ、ハカ行くまでにもなんかちょっとなんかそういう助走みたいなみたいなコントみたいな、コントって言ってもてるやん、ちょっとやりながら最後ハカやって気合い入れた風にして最後綱引きをやり合うで、で多分勝った後もちょっとやるっていうで終わり、何それっていうのがなんかその高校の時のなんか伝統、あー、ね、伝統なってんねや、なんか先輩からずっと受け継がれてて、おで僕たちも高1、それが確か高3かな、うん、高3の時にやるんですけど、うん、それを1年生で入った時に、いや最初の体育祭見た時はめっちゃ面白かったしうわかっこいいなって、ああかっこいいと思ったやん、そうそうそう、うん、だからおいそんくらいですね、綱引きもう絶対勝つんじゃん、いやわかんないです、負けたことあるんかな、なんかラグビー部とかはスポーツクラスにないんですけど、あクラスいて強い時もあるんかな、だから強いからなんかちゃんと本当に練習しないと、うん、綱引きも意外とあの拮抗するんで、まあね人数いるとそうそうそう、だからもうなんかこう引くわけじゃないんで体重が低くて、まあまあそういうのは、まあ、どっちを本当に勝つかどうか分かんない、本当真剣勝負でやってたんで、負けた時はじゃあそういうのできんよな、終わった後な、いや負けたことはないんで分かんないですけど、そうっす、へえおもろいな、 あったわあるやん、そんなん独特なやつあるやん、あの小学校の時に親が朝早く起きて、あのレジャーシートを引いて、うん、場所取りをするっていうエピソードぐらいしかないかなと思ったら、あるね、それもあるねそうそうそう、それもあるあるやけどね、あるあるです、うん、家が小学校の目の前だったんで、あもうすぐ行けるんや、すぐ行けるし、逆に卒業した後もあなんかすごい レジャーシート引いてあったら、うん、あ今日運動会なのかと思いながら学校投稿したりして、そうなんや、はい、もう近所ないね、そういう思い出はありますね、いや出てくるやんめっちゃあとなんか他の地域なんかなかったんですか、他の地域なんか特殊なやつあるよ、もう毎回出るけど若葉のところが福井県は運動会が2つあって、1つはまあ学校のやつ、もう1個は町内会で対抗、町内会だけの人でやるんじゃないけど町内会対抗でやるっていうちょっと大規模なやつが、町の戦いってこと、そうがめっちゃおもろかったらしい、あそれ難しいな、あので大人もだから参加して横浜とかでやるとしたらね結構大変ですね、いや俺もそんなのなかったんけど、そうっすやっぱこうちょっと田舎の方に行くと独特なやつもあんねんなっていう、面白そうそれは、いや面白い、この若葉に話聞いてみ、めっちゃ面白いから、はい、デカパン競争、知らん、知らんやろ
パン食い競争とかもないからな。そう、俺もそっちのパン想像してた。ほんなんパンツ、でっかいパンツ、片っぽずつ足入れて競争するらしい。最高じゃん。ね、なんかそういうのは逆にいいよね。なんかそういうのあるの、面白い、独特のやつ、ね、都会の俺たちにはないからな。そうっす、うん、まあ、うん、え、都会なすか。おお神戸やから。あは、あはい、そんなもん、オッケー、ありがとう。はい、おい、お疲れ様。お疲れ様。はい、お疲れ様。はい。